早川駅は、神奈川県小田原市早川1丁目にある、東日本旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は、JT17。関東大震災で倒壊した、早川駅東海道本線の開通以前は、人社鉄道、京弁鉄道の豆相人社鉄道も1896年から1922年にかけて存在し、この付近に早川駅が置かれていた。島式ホーム一面二線と側線一本を有する地上駅である。駅舎とホームは地下通路で連絡している。ホーム延伸工事が行われる以前は15両、編成停車時にドアカットが行われていた。小田原駅管理の業務委託駅。簡易Suica改札機設置駅。2020年度の1日平均乗車人員は1093人である。近年の推移は下記の通り。駅近くの国道135号に箱根登山バス、早川駅停留所が設置されている。2004年10月16日以前までは一部の快速、アクティが当駅と根府川駅を通過していたが、以降はすべて停車していた。しかし2021年3月13日以降、アクティは小田原駅止まりのみとなった。なお、湘南新宿ラインの特別快速が小田原熱海駅間で延長運転されることがあるが、その列車は当駅と根府川駅を通過する。ありがとうございます。